こんにちは。今日は素焼きの2段重ねの寄せ植えをしていきます。先日レティジアの寄せ植えをしましたが、今日は2段重ねの2回目です。土を入れていきます。今回オルトラン DX はあらかじめ土に混ぜておきました。それでは植えていきましょう。まずはグリーンネックレスです。上の段からタラッと垂れていくように育てたいので、上の鉢に植えていきます。根っこを植えたら長い枝を土に這わすように配置していきます。途中で根があればその根を土に埋めるようにしています。グリーンネックレスの間に虹の玉を刺す予定ですので、グリーンネックレスをありたけ乗せていきたいと思います。黒王子を左の隅に植えていきます。その隣に小ぶりの黒王子をもう一つ植えていきます。色が違うのは日当たりのせいでしょうか。今度は右端におぼろ月を植えています。ほとんど映ってないようですが、2、3本植えていきます。茎が長いので根を少し残して切っていきます。本来は切り口を 2、3日乾かすのですが、私はあまり気にしていません。強い腐朽種しか持っていないので、そのあたりは大雑把です。おぼろ月の前にシュウレイを植えました。良い品種ばかりを植えているので、この鉢はお庭の方に移動します。もちろん植えた直後は屋根のある明るい日陰で養生させてからの話です。黒王子の奥の方に植えているのはプロリフェラです。月です。そして上の段に虹の玉やオーロラを植えていきます。刺し穂になっているので植えやすいです。まずは真ん中に刺していきます。グリーンネックレスの間へ刺していきます。この虹の玉やオーロラは葉差しから増やしたものです。記憶ではオーロラだけの葉差しだったはずなんですが、中に虹の玉も混じって出てきました。そろそろ刺し穂がなくなってきたようなので、上の段はこれで終了です。群生しているのはクリスタルです。他の動画でイリスと間違って言っているかもしれません。
刺しました。淡雪です。今回も撮影のために逆方向から植えているので、1段目の鉢の影になっている部分はほとんど見えません。覗き込むようにして植えています。冬でも緑が美しい春萌えです。修例を隙間に刺していきます。完成に近づいてきました。グリーンネックレスがモリモリになるのが楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいと思ったらグッドボタンを、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。